淡路綱地区は本州と四国を結ぶ大動脈の要衝となる淡路島にあり、大阪湾岸に面する好立地から新時代のエネルギー産業やクリーンな未来環境を創造する企業の注目を集めています。兵庫県は新時代の拠点として企業の淡路綱地区への進出をバックアップします。新時代のエントランス、淡路綱地区。関西ものづくりの一大集積地、大阪湾岸に面する地の利を生かす淡路綱地区の産業用地は淡路島東岸のほぼ中央に位置し、幾穂、佐野、志月の3つの特色ある地区から構成されます。大規模区画、幾穂。3つの地区の中央に位置するのが幾穂地区です。最大16ヘクタールもの広大な区画が確保可能で、大規模区画を中心に整備されています。地区内には綱港耐震強化岸壁を備え、淡路市役所や市の防災拠点も立地する充実のインフラが魅力です。スポーツ&エネルギー、佐野。中規模区画を中心に整備されているのが佐野地区です。地区内には淡路地域のスポーツ振興の拠点、県立佐野運動公園が広がり、メガソーラー発電施設も立地しています。充実の島内ライフ、しずき。超中規模区画が整備されているのが志月地区です。中小企業支援ゾーンでは特別価格で分譲し、島内に本社を置く企業の新規投資を支援します。地域内には淡路ワールドパークおのころや大型ショッピングセンター、医療介護施設など豊かな島内ライフに密接した複合機能を備えています。環境、そして未来へ、エネルギーいっぱいの地域力。人と自然との豊かな調和を目指す淡路環境未来島特区に指定された淡路島では、エネルギー、農と食、暮らしの3つの持続を高める取り組みが展開されています。淡路綱地区においては土地価格の割引制度で企業の新規投資をバックアップ。淡路環境未来島構想支援割引制度では省エネルギー推進、地域ブランド発展、生活向上に貢献する新規投資について分譲価格を2割引きします。また中小企業支援ゾーンでは志月地区の小区画を特別価格で分譲するなど、特区の取り組みを産業面からサポートします。県下でトップクラスの日照時間と広大な区画を有する淡路綱地区においては、淡路メガソーラーワンをはじめとした再生可能なエネルギー施設が集積、持続する環境の島、淡路環境未来島の実現がここ淡路綱地区から始まっています。関西への足がかりとして淡路綱地区へ進出を決めた東洋合成工業株式会社、新たな拠点と期待される新工場が淡路綱地区で操業を開始しました。関西における立地というのが極めて重要だと、そこにあって淡路島の環境未来島構想というのは我々にとってまさにぴったりの立地でありましたので、これからですね、さらにそういったことを足がかりにですね、事業を発展し貢献していきたいと。新時代を見つめて、企業の新たな第一歩を、ここ淡路綱地区から兵庫県が応援します。